どうも、こんばんは、エヌです。今回は、東京グールにインボーク、駆逐、江藤駆逐せよの A をやっていきたいと思います。使っていくパーティーは、前回に引き続き、サイコサンドを使っていきたいと思います。今回も相手は人属性じゃないんで、誕生日サイコが、ぴったりハマっているかと言われればそうじゃないんですけども、まあ、アタックポイントも8になってるし、いいんじゃないかなと思います。で、後ろには、エトと、右にハイセイ、フェスゲンのハイセイですね、熟練度 60% です。左に、アモン光太郎さん、フェスゲンの光太郎さんを、熟練度 80% を置いてます。真ん中にムカデですね。本当にムカデを真ん中に置くのがすげえ安定してて、駆逐では。おいで。ですね、ハイセイも今敵グールなんで、ハイセイを熟練度 100% にしてれば、グールキラートリプル S マイナスがついてもうめちゃくちゃ強いんですよ。もうえげつね火力が出るんだけど、まあ、できないっていう。ちょっとねエトってさ、まあ、キャラクターこの俺が使ってるさこのプレミアムのガシャでできるエト今攻撃してるやつ、これもさすげえ小尺なさキャラじゃん。なんかちょトリッキーなさデバフばっかかけてくるし、こいつもなんかしてくんじゃないかなと思ってめっちゃビビってんだけど、だからガチで封じ込みたい。まず味方全体に防御バフかけていく。で、サイコのスキルも貯めて、まあ、まだ打たなくていいね。ホイヤスター、とりあえず様子見だ。何してくんだ。マジやめてほしいの。混乱麻痺出血はまあいいや。敵前衛攻撃力 0.7 倍のダメージ、そんなんでいいのか、そんなんでいいのかい。おい、めっちゃサイコ狙ってくんじゃん。何、めっちゃ行動するやん。また武器耐久値を回復しないやつか。なんで回復しないんだ。武器耐久値そこ回復しとけ。俺はガンガン攻撃の手を緩めないよ。とりあえず相手ブレイクしてくれなかったらこっちの攻撃の手あれなんだよね。手数も少なくなるし、ちょっとあれっちゃあれなんだけど、行きましょう。そうか、こいつ武器耐久値回復しなかったからやられたな。エトがよ、これエト下げよう。もったいないかもしれないけど、どうせサイコが武器耐久値削れるからいけると思うんだけど、頼むぞ。あ、待って、なんで誕生日最後ばっか狙うんだ。ガード、武器耐久値プラス1のため、は、待て、お前通常攻撃に武器耐久値削るスキルあるんすか。ちょっと待って、やばいんだけど。あー、やっぱりムカでブレイクされたらこれ最後死ぬぞ。危ない、やべえな、あいつ強い。やっぱりな。俺の予感当たってた、こいつマジ本当。とりあえず削って武器耐久値7でしょ。7削ってもまだ多分ね2ぐらい残るんじゃないか。2残っ、あ、1か、微妙だな。これなんかやんねえ方がいい、もしかして。とりあえずエト出そう。エト出して打って、あいつブレイクしてくんのが厳しいな。で、右のプレミアムの方のサイコがちょっと何されるかわかんねえ。ブレイクしていく。とりあえずこれだな。防御力上げて回復して、あー、誕生日サイコ下げた方が良かったのかな。いや、でもエトのバフ打たないとどうしようもなかったしな。前のターンシフトを無駄遣いしたのがちょっとあれだったかもしれない。あいつ何かと誕生日サイコ狙ってくる節があるだろ。さて、何のスキル打つ。
武器耐久値は待って、て敵前衛の武器耐久値マイナス5強ない？これオートで回せんやつじゃね。これ適当にやってるとオートで、おおマジかい。めっちゃ吹っ飛んだけど、お前同族剣をやめとけ。今めちゃめちゃ吹っ飛んだんだけど、かわいそう、やめろや。まあここサイコのスキル打って、まあゴリゴリ削っていこうかな。ほんとムカデが多分ブレイクされちゃうし、っていうかもう前衛死ぬな、これこのターンまずくね。前衛死ぬな。で右のサイコ倒されちゃダメだし、いやアモンさん、いやブレイクされる方が厳しいよな、倒されるよりなんかブレイクされる方が厳しいから、右のサイコ下げてハイセ出す方が賢明な気がする、賢明な気がするぞい。しかもこれ思ったんだけど、最初武器耐久値削れるのって5の倍数で削れて、なんぼかは分からんけど、後ろの方になると10になっていくんだよね、武器耐久だから。確定で1削れる最高を最後に攻撃させた方が、まあ、得っちゃ得なんだよね。申し訳ないが誕生日最高にはここでちょっと引いてもらうか。で右の最高ブレイクされたらだるいから、ハイセ出そう。これで削れるはず。オッケー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 、これよ、これがしたかったのよ私。どうなんだろうな、シフトねえからハイセ打って、次のターンブレイクしなきゃダメだよ、次のターンもブレイクしなきゃダメだから。オッケー、なんとかなんとかギリギリの戦いをしてるけど、あいつ武器耐久値削ってくるのマジで強えな。さてうわ出た、これだよ、これが本当にきつい。待ってブレイクされちゃう、やめろお前マジ本当ムカデやめて、ブレイクしないで、あぶねえ。だってクソ危ないんだけど、いや次のターン全滅させられる全然あると思うよ。サイコまだ生きてるから削れるねこれ。ギリこのターン削れるぞ、削って、ムカデでがっつり削って、でサイコで持っていけるんだけど、これハイセがブレイクされちゃいそうなんだよね正直。だから、まあ、これは多分サイコを出す方がいいと思う。あでもここで 10% 回復して、でもあいつ4でしょ、あいつ4発当てる間に誕生日サイコは多分死んじゃうと思うんだよな個人的に。ムカデ持った、あでもムカデか、ムカデ一発、あやられたな、これブレイクされてガンガン持っていかれそうな気がする。まあしゃあない、これまずいな、これいやー待って、これなんか今までの駆逐の中でこいつなんか一番めんどくせえかもしれん。まだアモンさんはいるけども、あいつがこの前衛たちを、まあ、ブレイクしてガンガン削っていく。あれ、あいつ一旦だけか、あいつ一旦だけなら全然いけるわ。やめろその武器耐久値やんの、やべえこれサイコブレイクされちゃう、サイコブレイクされたらね結局、あ終わったわ。危なかった、まだあるのかと思った攻撃が。あぶねえこいつ、オートで回せないかな、さすがにこいつの A は。強かったねと、これ結構苦戦する人多いような気がする。まあ俺も結構なんかネタパーティーだから今回あれだったんだけど、まあ真面目にやってどこまでいけんだろう、わかんないですが、まあなかなか強いと思う今回の A とは。はい、というわけでお疲れ様でした、また次回の実況動画でお会いしましょう。